明けましておめでとうございます。本年度も私ミストゲーム TV をよろしくお願いいたします。ということでね、新年一発目の動画撮っていくんですけども、今回はサクセスで覚醒したアイリスをね使ってみたところ、かなりね強い選手を作ることができましたので、そちらのサクセスの様子をこの後皆様に見ていただこうかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。デッキがオガミ、サンタミオちゃん、アイリス、ダリア、キジタ、滝神、サポートに竹内遥登場ということで、6条件パワー131、走力111、肩守備106編成となっております。でですね、今回の主役のこちらアイリスなんですけども、覚醒してねかなり大化けしましたね。まずタックボーナスが 140%、 そして精神ボーナスが固有と合わせて21というね破格の性能になっております。走塁練習キャラなのにね精神ボーナス21あるということで、まあ、これによってねラスエンタックとか、まあ、活性化コマンドをね使用した練習とかでかなりね精神ポイント漏れるようになりますので、これはね使ってて非常に強力だなというふうに思いました。で、初期評価が高いのもいいですね。最初から、初期評価90なのでタックを起こすことができます。で、なんといっても、色がね紫のレンジャーですので、で、フレグランスを完成させる際ね色が多いほど経験点がねアップする仕様がありますので、まあ、4色でうまく組み合わせて経験点を漏れるっていうのもね、強いなというふうに思いました。まあ、アイリスをね使ってる枠ねかぐやでねプレイされてる方も多いと思うんですけども、アイリスもねまあ使ってて、うん、マイベっていうのもでかいですよね。はい、かなり、やりやすいなというふうに思いました。さらにね高校攻撃キャラオガミと、滝神入れてあげてますので、全体のねゲノムレベルも上げやすいというね、うん、特徴もあります。はい、まあね肩練習のキャラがね使ってて、なんかいまいちだなというふうに思いましたので、今回ね打撃2枚、筋力走塁守備1枚っていうねデッキ編成でやってみたところ、バランスもいい感じに取れましたんでね、うん、まあ、このパターンのデッキも全然ありかなというふうに思いました。はい、まあちょっとゴブリンとかにね変わる新キャラがね早く来てほしいですよね。あと赤の彼女とかね来るとかなり、ゲノムも進化していくんじゃないかなというふうに思っております。ということでね、サクセスの方へどうぞ。それではサクセス解説していきます。でね、特性の取得順なんですけども、私最近ここ変えまして、安納エリアをまず最優先で押さえてあげるようにしました。やっぱねキャラ固まらないとどうしようもないということでね、安納エリアを第一に、時点で、まあ、アクティブかココナッツのどちらかという感じですね。はい、まあ、ここはもう、来た方を、取ればいいかなっていう感じでございます。まあ三種の神器をね抑えてあげることは変わりなしという感じですね。で、彼女の自己紹介が早く来てくれたので2ターンでゲノムフレグランス提出できました。で、ココナッツバニラが来たのでこれを抑えてあげます。今回高校攻撃キャラね2体入れてますので、3回引き直しができるっていうのもね、今回デッキの強みになってきます。さあ、安納エリアが効いてますね。本当に効いてるかわかんないですけども、まあ3体固まればね1回でも、固まってくれればゲノム提出できると、さらにこのね、螺旋タックを絡ませられると経験点は跳ね上がるなっていう感じですね。さあ、安納エリアは抑えてるのでアクティブを狙っていったんですけども、はい、引けなかったので筋力を抑えました。で、ここね今ねプレミしてまして、あのもう一回引き直せたんですけど、引き直せたんですよ。ただいつもの癖で3回引き直せるの忘れてまして、はい、筋力のやつを取ってしまいました。はい、今回ねちょっと立ち回りここを下手こいております。ただなんか練習が素晴らしいですね。マジでこれは打撃4人からの螺旋タックということで、これはやめるわけにはいかないということでね続けていきます。いや、もったいないな。あと1回引き直せてたらね、三種の神器のうちのどれか来てたと思うんですけどもね。はい、さあ、オートデートの回復も美味しくって、まあ、筋力は筋力でね、まあ、あって損はないんでいいんですけども、やっぱね、序盤は三種の神器のレベル上げっていうのもね、意識していきたいんですよね。でね、スペシャルブレンドの香りの優先度は落としました。はい。
これ取るんだったら、三種の神器のレベル上げをした方がいいかなと、個人的に思っております。はい。というのもね、アンノーンとね、スペシャルブレンドって、ちょっと噛み合わせがいまいち良くないんですよ。ちょっと反発してしまうね、特性になりますので、まあ、それだったらまずはアンノーンを上げていこうかなっていう感じですね。はい。まあ、スペシャルブレンドはね、なくてもなんか、ラセンタックルというか来るからね。はい。だからもうほんとね、もう言ってしまう運です。マジで運。キャラが固まるかゲームなのでね。はい。まあ何回もやってね、ハマるサクセスを待ちましょう。ここもアンノンエリアを上げていきます。さあ、活性化打ちたいところですが、この守備でいいですね。はい。告白がね、早めに来てくれたので、キジタが活性化してくれて、レアゲノム3つ。タックではないんですけども、まあ十分かな。序盤はこれ引ければ十分ですね。タックに打ってもそんなに経験点跳ねないんでね。さあ、ローリング打法もらって、まあ筋力かな。はい。タックで踏んでゲノムレベルを、全体のゲノムレベルを上げていくっていうのも大事ですね。で、今回ここ、こういうキャラが2体いますので、全体のゲノムレベルも上がりやすくなっております。はい。なので、最速で、9にしてあげて、経験点ね。セクサンセク4で爆発させていきたいなっていう感じですね。ラブパも美味しい。ラブパついてるとね、体感ね、練習経験点めちゃくちゃ跳ね上がる気がしますので、ラブパの引きってのも大事ですね。螺旋タックは引けないが、まあセク1は上出来かなって感じですね。ちょっと特性の筋力取っちゃったミスだけ、悔やまれますが、それ以外はまあまあかなといったところでございます。さあ、ようやくアクティブエナジー引けましたね。これを、序盤抑えておきたかったんですけども、セク1のラッスル抑える羽目になってしまいました。さあ、セク1は3万3000点と、この打撃に、活性化打つか迷ったんですけども、ここはね、ちょっと粘っていきますね。彼女絡みのタックを狙っていきます。まあ、常にね、最大値のムーブを私はしてるんですけども、それがね、彼女のあれが引けなくて、結局活性化コマンドを打つタイミングがなくなるっていうのはあるあるだと思いますので、そこは皆さんご注意ください。で、今回守備の螺旋タックとこの打撃のね、タック、彼女のね、レアゲノム3つ、どっちを優先するか迷ったんですけども、まあ、そんなに経験点変わんないんだったら、まあ、レアゲノムの方、抑えようかなっていう感じですね。色もね、これで3色にできますんで、こっちの方がいいかなっていうところでね、唾液をチョイスいたしました。そう、活性化コマンドを、なんかもったいぶって貯めておくとね、結局螺旋タックで強いのが来て、完全に打つタイミングがなくなるっていうのはあるあるなんで、できれば活性化はね、3溜まった段階で打っていきたいですね。この特性のレベルをね、ガンガン上げていくためにもね。さあ、ここで来ました。激渋練習。まあ、サクセスやってると1回や2回は起こるこのね、どの練習も1体しかいないターン。はい、これはあるあるなので、まあ、歯を噛み締めてね。はい、耐えましょう、ここは。ちょっとカロバー使わされますね。筋力か、走塁か。走塁ね、レアゲノムあるんで、まあ、走塁かなって感じですね。赤がね、オガミしかいないんで、まあ赤のね、このゲノムを置いていくっていうのも立ち回り上大事になってきます。さあ、日直はもう渋いね。これでちょっと完全にカロバー使わされたって感じですね。はい。これでちょっとね、まあ、純愛あるあるなんですけども、最終盤、まあこのオートレートがね、序盤に消化されてしまうと体力管理がきつくなるっていうのねがちょっとあるあるなんで、まあもうセクヨンとかは体力管理系のね、まあ、特性を取ってなんとか耐えていくっていうね動きが求められます。さあいい感じに、キャラ固まってくれております。やっぱアンノーンは強いですね。もうこれ3回目だからね、クリスマス前にこれいらないのよって感じで、まあ、かなり早いペースで全体のゲノムレベル上がっております。筋力の螺旋択カンスト、ミオちゃんさすがというとこで、美味しいです。
して、今回のデッキなんですけども、アイリスとね、ダリアのコンボもありまして、これでね、体力大回復プラス、体力サレチャップもの恩恵を受けることができますので、これもね、かなり強力だなというふうに思っております。まあ、体力はね、ない時に来てくれたら嬉しいなって感じですね。で、そのコンボと、このミオちゃんと、お正月の彼女を合わせて、体力サレチャッププラス20できますので、それで、体力サレチャをカンストするっていう感じですね。さあ、活性化、打ちたいタイミングで練習が渋いと。さあ、これで、カンストして、大凶を安定の大凶を引いていくと。これはさすがに提出ですね。走塁で提出してあげて、フレグランス完成でございます。ダリアも完走。で、今回ね、前目が3人なんでね、前さん意外とね、未完の恐怖もありますので、そことの戦いも若干あります。さあ、ここはさすがにスペシャルブレンドのレベルを上げていくと。守備、肩妥協で打つかどうか迷いますね、これは。これは迷うところが、さあ、攻めていきます。それでも攻めていく。本当に大丈夫か？溜めすぎだけどね、活性化。そう、こういう感じになるんだよね。なんかちょっと、この中途半端な感じ。この中途半端な感じに打たざるを得ないというね。これマジ妥協ですね。はい。まあ今回は、まあ、まあしょうがないね、これは。一応色は3色組めそうなので、筋力いってっていう感じですかね。こうならないようにできればしたい。まあ一応ね、2人しかいなかったんで、まあ有効に使えたという見方もできますが、まあこれちょっと引っ張りすぎですね。だったら彼女、まあタックじゃない彼女の練習で、まあ、しっかりとレアゲノムを置いた方が良かったなっていう、後悔が残ります。セクニはちょっとあんまり噛み合ってないから、まあこの走塁とか見てください。精神ポイントえぐいっすよね。これがアイリスの強みでございます。チャンス美味しい。さあ、オートデートが終わっちゃった、これは。体力が心配ですけども。はい、セクニ7万1000点ということで、あんまり、ハマってはないですね、ここまで。ただ、セクサンで巻き返していけばいいんじゃないでしょうか。さあ、開幕最高の、螺旋タックを踏んで、しっかりと1万点近く入れていきます。この完成と合わせてね。活性化が、おい、これは打っていいんじゃないかな。はい、さすがに。まあ、練習後イベント来ればね、一発でフレグランス完成ですからね。これはまあ、打っていいと思います。キャラも固まってるんで、まあ、点数も若干伸びてるなっていう感じですね。さあ、敏捷を上げていくか。あとまあ、経験点系は敏捷だけですね。それかまあ、他のレベル上げをするかというところですが、ここは敏捷を抑えましたね。まあ、トンボがあるんで、経験点系は、まあ、ひとまず抑えておいていいんじゃないかなって感じですね。まあ、ただ、アイリスの走塁タック踏みすぎちゃうと、まあ、それはね、敏捷溢れちゃうよってお話なので、そこはね、ご注意ください。はい、筋肉の螺旋踏んで、次も螺旋来てほしいね。3ターン提出になっちゃった時は、やっぱその道中で螺旋タックガンガン引きたいところでございます。さあ、セクさん残り8ターンで9になったんで、これはかなりいいペースなんじゃないかなって思います。さあ、守備でいい感じにバランスも整えて、さあ、精神5にしてもいいけどね、そうだね、ここは、まあ精神5にできました。3チの神器プラス精神5にできたんで、まあ、あとは、まあ、スペシャルブレンド上げていく感じかな。さあ、これ悩みますね。筋力で、点数出すか、守備で、まあ、確率に練習後イベントも考慮して、5個埋めるかというところだったんですけども、東条が来てくれたんで、結果オーライ。っていうか、3人練習、螺旋タック引けたんで、結果オーライということで、点数を出せていけてますと。
さあちょっとね体力怖くなってきたんで、ここでねはい手が率ダウンの取っていきます。その追い打ちをかけるようなやめてほしいね、そういう、ランダムイベントで体力下げてくるの。ただここは筋力彼女プラス2人で一発提出、レアゲノム3つありがとうございます。練習ではい美味しいです。サーボリ癖回復ありがとう。もうねはるかいるんで、サーボリ癖はねもう回復イベントです。ありがとうございます。でここもね、自然、体力回復でアップ入れてあげて、これね本当は肩でラブパ回復したいとこだけど、守備3人がちょっと魅力的すぎるな。オガミのレアゲノムってのもでかいね。なんでこれ守備いきました。攻めてます、私攻めてます。ただここで、キジタを引ければ一気に回復というところで、螺旋タック最高のキジタ、これ神ですね。練習後イベントマジで来てくれよという中で OK 耐えました。いやー一時期ちょっとねヒヤヒヤしましたけども、うん、これなんとか体力を戻すことに成功ですね。はい、でまあスペシャルブレンドでいいんじゃないかな。経験点系はいまいちなんかレベル1からねレベル2345って上がっていくにつれてどれくらい上がるかが体感わかんないんですよね。なんでまあ別に、踏まなくてもいいかなってところで、打撃4人ありがとうございます。さあ安納エリアが仕事をしていい感じに螺旋タックでちょうど完成ということで、セクさんこれかなり伸びたんではないでしょうか。無駄ターンがあんまりなかったですね。常に、ゲノム置いて螺旋タックというね理想的な展開を作れた気がします。さあ体力管理系を抑えていって一気に142,754点、セクさん7万点はあんまり出ないですね。はい、なんでこれはかなりハマった方だなというふうに思います。さあセク4もぶちはめていきましょう。筋力打撃、キジタがいないとちょっとしんどいんですけど、これはどっち取るかですね。どっちで螺旋タックを踏みたいかっていうところを頭に入れながら、まあ点数で言ったら筋力の方が高かったんで、はい筋力いって、まあミオちゃんの螺旋タック欲しいかな。竹内じゃなくてハルカが欲しいところではあるが、さあアイリス1回目ですね、ちょっと怖い。お、螺旋タック。ダリアが来ましたか。ただ一人なんで、これはさすがに走塁でね、完成させていきましょう。練習後イベント外せたら地獄なんですけども、まあ、それもあってちょっと活性化打ちましたね。今この走塁練習がね、かなり急所だったんですよ。この筋力敏捷精神カンストっていうね。急所だったんで打ったんですが、この判断やいかにという感じですね。うん、別に打たなくても、フレグランス完成させることできていたんで、まあ、ここはちょっと調光しましたね。まあ、ただ欲しいポイント、カンストで入るんだったら、打ってもいいかなってとこで打ちましたけどもね。さあ、ラス最後まで引き直して筋力をゲット。タックなし、ただ3人は嬉しい。まあ、打撃で、キジタ踏むってもありやったけどね。ああ、登場嬉しいけど。なんとか体力耐えてます。怪我ダウンのやつのおかげで、なんとかいけてますけどもね。打撃、うわ、強い。これ、ちょっと耐えの時間が続きますね。体力がマジでカツカツすぎる。カツカツすぎる中で、これはもう怪我率ダウンのやつ取ってあげて、一回メンタル踏みたいですね。ただ打撃が強い。これは行くしかないな。さあ大丈夫か体力。はるか来てくれ。いや、神。これは神ですね。いや、マジでギリギリすぎ。怪我率ないのが奇跡です。さあ、このアイリスは絶対に踏みたいが怖い。7% 怖いけど通していく。こういうので怪我あるのあるあるですからね。さあ、さらにはるかが助けてくれてますね。だから回復量を上げるためにもね、はるか50作っておけばよかったなっていうのは若干思っております。純愛だとマジで体力きついんでね、序盤にね、回復イベントを使い切ってしまうと。みおちゃんのね、大回復イベントが残ってたりするとね、まあ気持ちに余裕ができるんですけどもね。さあ、守備どうだ。ああ、一人は弱いな。ちょっと、総理ラブパ狙いっすね。
キジタのラブパ来てくれ、ありがとう。さあ大回復チャンス、それに活性化持ちたい、どうなんですか。あららららら、らこれはうーわ、メンタルキジタ、まあね、これさすがにメンタルいかないと体力きついなと思いつつ、螺旋タックのこと考えたら、まあ肩とか踏んでおきたいんですよね。うん、まあただメンタルいってもミオちゃんの螺旋タック一点狙いと、はい、いう結論に至りました。はい、その結論決断やいかに、はい、来てくれるんですね。本当にありがとうございます。本当に感謝してます。これは嬉しいね。色はちょっと偏っちゃったけど OK。 さあ7月の1周、まあ試合に入るんでね、まあ一旦ここで止まるんで、まあバランス見ながらトンボも使っていこうかなという感じでございます。印象が溢れそうなんですよね。技術を購入していこうかなという感じですね。まあもうここまで来たら体力大丈夫でしょう。活性化もあるからね。ただ活性化打つタイミングをまた見失っている。それでこれダリアとオガミなんで、これどっちも打撃キャラなんでね、どっちも今欲しい練習でございます。さあ来てくれて、あー強いね、強いんですが、これね走塁で、活性化打ちつつ、打ってあげることによって、もう一度ね余裕を持って活性化コマンド、はい、打つ、余裕が生まれますので、まあ、活性化ね、本当は打撃痛かったんですけど、ここで打つ決断を下しました。この後の練習が、例えば、もうなんか2-1-1とかね、はい、練習人数になってしまうと、提出が間に合わなくて、活性化もう一回ね、打つチャンスがなくなってしまうということで、ここでね、まあ、妥協の走塁で、活性化コマンドを使ったという感じですね。はい、まあこの最終盤は残りのターン数からフレグランステストできるか、そして活性化コマンドがたまるかというところをね、考えつつ立ち回るのが大事でございます。さあこれ最終ターンにアイリス来ましたね、はい、本当に心臓に悪いんですけども、はい、で敏捷がちょっと溢れてしまいました。この辺りでまあもうそろそろ活性化コマンドじゃないや、トンボを打とうかなって感じですね。さあ、螺旋タック、打撃、嬉しいよ。うわー、最高。最高です。で、これ、筋力がもうどうしようもなかったんで、ここで打とうかなっていう感じですね。はい。で、この経験点振るところを、まあね、もうカットしてお送りしてると思うんですけども、これ、どう思いますか？はい、まあ、ちょっとツイッターでも聞こうと思うんですけど、経験点振ってるとこ見たいですか？ちょっとこれに関してはコメントをいただけると嬉しいです。はい、まあ、全カットで良ければ今回みたいな感じでね、基本的にカットしていく。まあそうするとね、サクセス動画の時間も、まあ、5分から10分短くなるんで、まあ尺とか考えた時にそっちの方がいいんじゃないかなとか個人的には思ってるんですけども、いかがでしょうか。うん、まあ経験点の振り方なんて皆さんもう分かってると思うんでね、はい、それだったらカットしてもいいかなっていう個人的な見解なんですけども、よければ、コメントいただけたら嬉しいです。この最後のあのトンボを打つタイミングとか、ちょっと経験点が複雑になるところだけ載せようかなとも考えてます。今回はそんな感じでお届けしてますね。はい、でトンボによってバランスが完璧になったところで残り2ターン勝負でございます。活性化コマンドも溜まってますんで、ラスト2ターン、どっちかで強い練習来た時に打ちたい。正直、ここで打ちたかったんですね。ここで来たタックに打って、で、そこに、置いたゲノムのキャラの、螺旋タックで締めるっていうのが理想的だったんですけども、まさかの無風。これが本当にきつい。なんか螺旋タックに活性化打ってもあんまり旨味感じないんですよね。なんで、ここでね、正直活性化打とうかなとも思ったんですが、はい。まあ、ちょっと、難しかったね、このターンは。このターン、打撃、筋力、守備のね、タックが来てると、あ、まあ別にどこ来てもよかったか。どこ来てもね、
あのタック来ればほぼ完走するんで、それ来て欲しかったね。で、最終ターン、螺旋タックで締めるというのは理想的だったんですけど、見てください。2ターン連続タックなし、もうこれ調整されてますね、完全に。いやー、まあ、弱くはないけどさ、タックだったらなって考えるとちょっと寂しいっすね。もう1400オール、打撃、まあ、走塁守備だったらね、4200点絶対入ってたと思うんで、それ考えるとちょっと寂しいですね。その半分、3分の2くらいしか入ってないからね。で、前のターンね、来てること、タック来てることを考えたら、下手しい5000点くらいの損失になってんじゃないかな。それは盛りすぎか。まあ、3000点くらいか。の損失になってるかもしれないです。うまく噛み合ってたらね。いやー、いやもう、5000点もあったか。螺旋タックってだって1回踏んだら、仮に螺旋タックでね、3000点出たらもう3000点追加なんで、6000点入ったことになるんですよね。いやー、なんか最後の2ターンだけちょっと悔やまれますけどもね。はい。でもまあなんとかバランスもね、崩壊せずにまとめられたかなというふうに思っております。前辺の感想だけちょっと怖かったんですけどもね。はい、21万3000点。いやー、これ22万あったね、そう考えたら。XG チャンスあったなーっていう。ちょっと、悔いが残りますけどもね。はい。まあ、ただやっててね、このデッキが、まあ、今んとこ、純愛だったらしっくりくるなって、個人的に思ってます。かぐやだとね、査定は上がるんですけども、なんか青3枚になるのもあれだし、っていう感じですね。はい。まあ、ただ全然家具屋でもいいと思います。まあ、試しに今回アリス使ってみたっていうのもあるんですけどもね。はい。精神ボラ21がね、ところどころ効いてましたね。はい。海岸3つがマジで強かった。はい、今回ね。はい。で、こんな感じになりました。もう得の全取りですね。なんかセカンドとかショートとかも取ってると思います。はい。で、拡張能力が、はい、もう前ポジ取っていて、拡張能力が、110、113、115。うん、いい感じに触れましたね。まあ、かぐやだったら、もう一個ね、友情特殊能力あったんで、まあ、もう 1.5 ランクくらい伸びてたとは思うんですけども、果たしてどうでしょうか。やっぱ4色提出でね、経験点出やすくなってるっても良かったなって感じですね。はい、ということで US7 の6メモリくらいかな、まで伸びました。いや、これ強かったね。はい。なんか、久々にしっくりくるサクセスができたかなっていう感じでございます。はい、ということで、まぁ、ちょっとこのデッキで XG 目指してもいいかなとは思ってるんですけどもね。まぁ、いろんな形のデッキをお届けできたらいいかなというふうに思っておりますので、ぜひね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。年末ガチャでアイリス当たったという方はぜひ使ってみてください。それでは失礼します。See you!